マゴム文は中華人民共和国石膏省公衆市出身の日本の漫画家、評論家。学生時代から日本の漫画やゲームに親しみ、日本で漫画家になることを夢見るようになった。2002年に中国で漫画家デビューし、20代半ばで中国の漫画賞を受賞した。2013年に訪日。同年日本で出版した政治系漫画。 中国のヤバイ正体は4冊のヒット作となった。現在は日本で創作活動のほか、過去には SPA やサピオ等のウェブニュースに寄稿がある。香港民主化デモを取材する大げさ太郎について2019年11月19日、ツイッターで香港でスパイ活動をしている中国共産党の手先等の内容を中国語、日本語、英語で投稿。 大げさの写真を添付した上で、彼の要求を無視してくださいと呼びかけた。大げさは、悪質なデマとして危険にさらされたと抗議。一時、取材を控えざるを得なくなったとしている。その後、沖縄タイムスが孫に対し投稿の根拠を問う、内容の取材を行うが、回答はなされないままツイートは削除。孫は、同志から取材の申し込みがあったことを明かした上で、 極左暴力に負けて削除したと投稿した。さらに、該当ツイートの前にチャンネル桜沖縄支局のキャスターで参院選出馬経験のある津で君安則から、孫さん、この男が普段中共に親近感を持つ沖縄の極左暴力集団と恋であることを同胞の方々にお伝えくださいと、孫は促されており、実際にツイートした後、手どこんに対してツイートしました。 と報告している孫と同様沖縄タイムスの取材には津デ君も応じていない香港民主化デモを取材した経験のあるジャーナリストの李シン博士は現場には不信感が渦巻いており攻撃される可能性は高いとして大げさに身の危険が降りかかる恐れを指摘した新型コロナウイルス感染症が日本でも 猛威を振るいつつあった2020年1月23日、美白の投稿を翻訳する形で、ツイッターで、関西空港から入国した、中国人観光客が発熱と咳の症状が出ても、逃走した。これから京都に迎えていきます。逃走した、中国人は、武漢発の便で大阪機京都とユニバーサルスタジオジャパンに行く予定です。相手は、無防備な、日本人。 ウイルス拡大に備えてくださいと投稿。この投稿は大きく拡散し、翌日には、複数紙がフェイクニュースとして、孫の投稿を否定する記事を掲載した。同年2月9日放送の NHK スペシャル、感染はどこまで広がるのか緊急、報告新型ウイルス肺炎でもインフォデミックを引き起こすフェイクニュースの例として取り上げられた。それにもかかわらず、孫向き分は、 新聞記事の方を、この報道こそ、事実無根と逆に非難した。後に、関西空港が公式ホームページで、孫向き文の流した、フェイクニュースを否定。孫向き文は、元のツイートを削除するも謝罪をすることはなく、ツイッターに、ネット上に、明日零零時に零零に行く、人を無差別さすという中国語の犯行予告があれば、僕は和訳して、日本人に通知すると投稿。 今後も同様の投稿を続けることを宣言した。2020年2月17日、ツイッターにかなり信憑性の高い噂として、ホワイトハウスが新型コロナウイルスは人口編集、生物兵器である証拠を把握してた。トランプ大統領の圧力で1ヶ月後に中国政府が自白して世界に謝罪する。理由は1ヶ月後に世界に拡散が止められない。今は、 声が書く陰謀論とあざけ笑う有名人たち、後で恥ずかしくないようにと投稿。翌18日には、武漢新型コロナウイルスは人口でできているウイルスということをほぼ99%確認されたと投稿。3月17日に、ドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領が新型ウイルスをチャイニーズウイルスと呼ぶと、それを根拠に、 一ヶ月前の予測が当たったと投稿した。しかし、4月30日に、米国家情報長官室は、人工のものでも遺伝子操作されたものでもないとの、科学的な相違に同意すると発表した。しかし、孫向き分は、自らの発言を訂正することはなく、武漢の研究所から流出したと米国が考えている、ことを根拠に、自分の認識は100%、正しかったと主張した。 アメリカ大統領選挙でトランプ候補の票が大量に捨てられたと動画をつけツイート2800リツイートされた。毎日新聞がチェックしこの動画は中東であり押収した鶏肉の廃棄画像であると確認した。ありがとうございます。